はいはいはい、まことチャンネルやで。ああ、こいつの喋りにかぶった。こいつでもまあまあ、ワイなんやけども。近い。今回は高知グルメ旅行 with 座敷わらしっていうことで、まずは手始めに入り口香川で、うどん。このごちゃごちゃのっとろうどんで460円安い。最近高知での拠点は、帯屋町商店街に面しとるこのホテルで、まあまあ、便利。はい、これは高知っぽい広め市場の様子。はい、ちょこっと歩いて定番播磨屋橋。なんやそのポーズ。だからお前あかんねん。おう、そんなんすんねや。おやめましょーと。かわいないんじゃ。なんで叩きやけどって炎上したらもうしゃべりならんね。高知に行ったらいつも行っとる市場寿司の板長さん。おお、なんか今の冗談言う。ちょっとまことチャンネルビビっちゃいました。結構焼くんやね。結構外に強めに入れていきますので、自称高知通のワイでさえまだわら焼きやったことないのに座敷わらし、っていうかお前ビビっとるやろ。サビビールはな、これちょっと火大きない。しかも手で手焼けてまうで。知らんとって知ったかやけど、高知の家庭ではカツオはわらでは焼かんらしい。熱くない、お前飯にどうぞ。高知の家庭では普通にガスで焼くらしい。店内に戻って、さっき座敷わらしが焼いてくれたカツオをいただきます。その前にまずはい、カツオ到着。いちいち座敷わらしに画角やなんかもうこう取り方ご教授いただいたんやけどね。どうせモザイクやからしょうもないことすんでええねん。なんせ YouTube の視聴者目線に立ったら全部食べちまうと。わよりかなり詳しいからな。さっきのうなぎの動画にもあったけども、まあまあなんせ食べるん下手くそやし、食レポはろくにでけへんし、今はもうなんかドキドキしながらこうなんかおもろいこと言うたろか思いながら食べようなこれ。うまって全く伝わらへんわ。はい、座敷わらしに行きたい。なんかおもろいこと言うてよ。カプリンチョ。カプリンチョの意味がわからん。こっちとこっちとこっちが美味しい。こっち。ほんま。知らんけど。知らんけどいただきました。なんせこの座敷わらしはマグロが大好き。まあまあそれもあの赤身の方やから。リーズナブルでええな。はいはい、ここからがわさびのプロ誠ジャンネルが、わさびはこうやって食うんやというところを皆さんに今からお見せします。どう見ても寿司の割合にはもこっと盛り上がったこのわさび、溜めてからのもう体が出来上がった。ナイスコメント、男前。全然大丈夫、これぐらいのわさび入れるの。これ全部入れてみよう。ああ、大丈夫。おい、それはおもろない。それ、普通半分ぐらいする。おい、それおもろないねん、それ、雑誌がらし。匂い死ぬ。あ、醤油なしな。こういって、一遍で割ってまうやん。頭悪いんじゃんか。ほら。あかん。これが面白い。無理、体調悪いな。アンチ来たらどうするんや。醤油なしやね。無理や。醤油なし。醤油かせ。もうちょっと減らして。落ちる。こんぐらい？もうちょっと減らして。もう食いすぎ。食ってみんや。だから。でもこれ無理や、やっぱ。これ無理やって、ちょっと端かして。ちょっと減らしたよ。ちょっと貸してってもらおう。はよ。醤油あり。無理や。醤油あり。沸かしても。玉ねぎ乗せて。もうええっても。腹立つわ。もう何が腹立つって、もうムキになったわいが自分に腹立つ。これでも十分やね。いや、ちょっと。もう少し増やそう。いや、もうちょっと。怒られる。これこそ、アンチ来るわ。それが面白いんやと思う。何の話やねん。醤油つけたこの人。わかんのかい。さあ、プロの技見てよ、プロの技。わさびを下につける。俺がもうわさび芸人の技や。溜めて溜めてからの。
お、ここで一言。まだ食べる。うん、期待さすで。鼻毛映る鼻毛や。なんでやねん。近い。あ、揺れ回っとか、これこんなの絶対使えへんで、こんなへん。いや、大丈夫や。なの、この後ラーメン食うよね。人。なんで人。もうノンストップっていうの。何、格好つけたの。はい、おなじみやすべ。これな、遠ない。ここの餃子は、まあ、前の中ではもう日本一の餃子やもんな。蒸しかよ。無視はしてません。店の人映してええんよ。モザイク、モザイクやる。ガンガンに映ったる。ガンガンにモザイクやる。いつも。ピリーン。いつも。もうええわ。いつもガンガンにモザイク入れる。ええ感じか。ええ感じか。いいと思う。ええ感じか。ええんか。わからん。お願いします。サングラスが不審者に見える。何に不審者。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 朝日。これも行くか。朝日に。餃子2人前です。お待たせしました。じゃじゃーん。じゃじゃーん。お願いします。多分暑いやろな。暑かったら反応せなあかへん。誰に言うとんねん、ジャリンコ。座敷わらし。お願いします。はい、うまい。ラーメンのいただきました。もう近ないから、近いの。近いやん。あ、消えた。はい、おりゃおりゃ。はい。近ない。知らん。そこは知らんけどちゃうんかい。期待しそうで、コメント、食レポ。感想なしかよ。ほんまや。ごめん。おい。めっちゃ怖いな。え？5本ゲッポってあるじゃん。いいよ。コメントないんやったらちょっと気の利いたリアクションでもせよ。お前やけどな。うまいやろ、座敷わらし。まあ、ラーメン。覚えとくよ。おでんやろ、おでん。これ食べへんでな。ただラーメン移しに行くだけやろ。かわいそう。おでん食わん。しつこいぞ、まことチャンネル。食わんけど、付き添い。味噌ラーメン食う。いつこいっちゅうの。ラーメンはもうええわ。チョコレートミルクティーのタピオカ4倍。なんでタピオカやねん、もう。減ってしまうんですけど。タピオカだけだよな。まだラーメン2杯やったらいけるで。今日はこんだけ飲みます。今日はこんだけ飲みます。言うな。宿の朝食はカツオのたたき丼、ご飯少ないねとポットケーキセット。帰りに南国の土曜市に寄って桜を買って帰ってきたんやけど、桜って高知弁はええな。近い。去年買った桜は咲いとんやけども、今年買った桜は5月やのにまだ咲いてません。はい、カット。どういうこと。